て、明日はね、写真撮影の講義をするんですよ。まあ男性がうちに来て、今までは編集の仕事ばっかりやってた、で撮影の方もしてみたいということで、うちに習いに来ることになってます。で、実家に置いていた機材をね、今日は取りに来ました。撮影機材ね、ストロボとか三脚とか、あとちっちゃいなんていうの、アクションカメラとか、撮影方法、まあスマホがあったらね簡単にできるんですけど、プロになりたいということなんで、このこと細かく、一眼レフを使った動画撮影の方法、照明の焚き方、当て方、光の当て方、だからまあマーケティングに沿ってどんな人に向けて、撮影するのかっていうことで、撮影方法も変わるし、商品動画やったらその商品の使って、お客さんが使ってみてメリットを感じられるようなシナリオを書けるとか、その書き方とかもうそこから全部やるんですよ。人物を撮る方法とか、施設を撮る方法とか、料理を撮る方法とか、全部光の当て方が違います。料理だったらいかに美味しそうに食べたくなるような動画にするか。でもまあほとんどは逆光なんですよ。光はね、カメラの正面から当てるって感じ。普通のスマホだったら、光の方に向けたら勝手に露出が絞られるから暗くなるんですよね、手前が。ですから、一眼レフを使ってマニュアルで撮る明日やり方と練習をしていこうと思います。おそらく1日では終わりません。シナリオの書き方だけでももう1日終わるかもしれないですね。よいしょ。あと三脚の使い方とかさ、音声の撮り方、マイクの種類、ロケーションによってマイクが変わりますから、その説明と補習をやります。で、僕の場合ね、必要以上にお金取らないんで安いんですよね。まあ1時間3000円くらいで、6時間やったとして1万8000円で、そのプロ並みの撮影方法を身につけることができる。安くね。それでプロになれるんやった。そういう専門学校に来たらとんでもない額するよ。だいぶ夕日がいい感じになってきましたね。もう夕日は沈んじゃってるんですけどね。空が真っ赤っていうのは素敵やね。